の人ですかね。はい、どうも、ちょっとシステムがちょっと、慣れないもので、不都合がありまして、申し訳ありません。それで先ほどご紹介に預かりましたように、マイクとか、真空の装填という、物理を知って、理科知ってるんですかなとみたいなタイトルではないあるかもしれませんが、そのむしろこの意味を分かっていただくというのがこの、講演の目的の一つと言ってもいいかもしれません。それで、内容は実はこれは原子核素粒子物理の現代的な発展についての紹介ということになっていまし て、ですからまず原子論の系譜というふうな、最初馴染みのない方にですね、導入も兼ねて電子とか原子核とか中性子とかいうものがどのように発見されたかということでちょっとおさらいしまして、でいきなり、現代の物質観ということで、どういう理解になっているかということを簡単に、まとめまして、でだんだんとその、コークという話をします。でコークというのが、理論というのはどんどん、発展するんですが、実はこの原子核物理からこの素粒子物理学というところに、日本人の巨人がいまして、湯川秀樹という人がいまして、その湯川秀樹、博士の業績を少し、紹介します。でそれがコークの世界に行って、コークの世界からコークの基礎理論というのがどういうものであるかという話をしまして、それが非常に面白い性質を持っていて、でそれの解明で、その特に重要な一筋縄ではいかない、性質というものを解明した人が、2008年にノーベル賞を受けられて、去年残念ながら亡くなられた南部陽一郎博士による理論です。でその南部陽一郎博士の、理論というのが実は湯川の、中間子というもののレゾンデートルというか、なんでそういうものが存在するのかということを実は説明することになっている。でその南部先生の理論というのは実は真空と物質というものを統一する理論になっていまして、でそうする、さらに物質を統一するという意味はそのあたりに金属だとか、固体とか半導体とか全て、含むわけですが、それと真空あるいはそこの上の素粒子とかいうものが一つの見方で理解できるという理論になっていまして、そうすると逆に、物質で起こるようなことは我々のいわゆる真空というものについても起こると、つまり例えば装填ということが起こるような話をしまして、それじゃあそういう標語的に言う真空の装填というのはどのあたりどういうところで起こるかというと、超高温超高密度ということ で超高温高密度の世界ってどこにあるかというと、宇宙初期とか、あるいは超高密度だと宇宙の果てにあるんですが、中性子だけでほとんどできている星、中性子星、中性子星とか、ひょっとしたらその内部の方はもっと圧縮されてしまって、コークの物質でできているかもしれません。そういうところでの、自然を理解するという、ことになるかもしれないし、あるいはそういうところで、ここで発展した理解というのが検証できるかもしれないという話をします。です。はい、そういうことです。で原子論の系譜ということで、アトミズムというのは世界史の教科書とかだと、古代のにあって、レオキッポスとかデモクリトスとかいう人が、そういうことを言ってた、つまり、もう少し具体的に言うとこれ、デモクリトスですけども、これ、書いてませんがウィキペディアから取ってちゃんと書くべきでしたが、世界は、アトムというのと空虚、真空からなっていて、でこのアトムというのはギリシャ語でその、これ2つから生
部分がなってまして、トムというのは分割という意味で、でアーというのは否定の接頭辞だから、可能というのがパスブルで、不可能がインパスブルみたいな感じですね。だから、アトムというのは分割できないという意味ですね。で彼らはその霊魂を含む全ての物質は、それぞれ固有のアトムというものの集合になってて、で世界の変化あるいは変換というのはこのアトムの粒子集散として、起こっているんだという、まあ、そういう思弁、をいたしました。考えを出しました。まあ、それどうしてそういうことに、考え至ったかというと、なんかチリがバーッと混じってこう飛び交っているのを見て、そういう発想を似たという、ことがどこかで書いてありました。でそういうその概念というのはずっと歴史上ずっと、まあ、西洋の世界では残っていって、いて、特にですね西洋では十字軍とかの時に大翻訳時代というのがあるんですよね。その教会に行くとイスラムがあったので、そこに行くと実はギリシャ時代の、そういう学問というのはずっと保存されてたと。で西洋人は自分たちの先祖がこんな難しいことをやってたのかということでびっくりして、そこでイスラムどんどん大翻訳していって、まあ、ルネッサンのもとを築いていったということのようですけども、でそのは少し近代になって、例えばそのアイデアというのは特に原子論的なものの見方というのはイギリスでずっと維持されていました。ポピュラーです。それでニュートンは例えば、気体が膨張するというのを、原子を使って理解していました。つまり気体が膨張するというのは気体を作っている原子が真空に向かって膨張していく、拡散していくということであろうというふうに、まあ、理解していたようです。その後よくご存知のように化学の分野で原子論的な概念というのは発展していきます。元素に対して一つのユニークに原子というものが存在する。で、その背景にはプルーストの定数比例の法則とか、まあ、ドルトン自身が見つけた倍数比例の法則、例えば酸素はある量の窒素またはその倍の量の窒素と化合するが、その中間 2.5 倍とか 2.1 とか、そういう、分数ですよね、の硫化窒素とは化合しないということで、だからここに、1対2とか2対3というのは整数性が現れるということで、整数性というのは数えられるわけですよね。1、2、3と。だから何か数えられるものが背景にあるということをこれ示唆してて、でそれでそれを物質性を与えたものが原子であろうと。でだから、いうことで、まあ、化学反応についての、ものに即した、原子というものに即した、理解というのを提出したわけですね。でこれはちょっと原子だけではちょっと、実際の反応すべて理解できなくて、アボガドロがこれを訂正して、中間の状態で分子というものがあって、でそれの分子というものを一旦中間的に作って、それの集合として物質を理解するということを言いますね。でアボガドロの法則、同温同圧の下では全ての気体を同じ体積中に同数の分子を持つという、ちょっと下が見えてないんですが、これどうしようもないです。ありがとうございました。でそういうふうに科学の世界、化学の世界では原子という概念は非常にポピュラーで、それを用いていろんな科学的な研究というのをされていたわけですが、そこでその19世紀は熱力学というのが発展しますね。そこではエネルギーとかエントロピーとかいう、まあ、原子とかいうものを、まあ、後で発展した統計力学というものを、使って考えると、平均した量だけで、一応説明できる。でだからそんな原子とか分子を前見たんかというわけですね。そんな 見たこともないようなそのものは必要ないし、実際少なくともその当時の科学の理論、いろんな事項はエネルギーと、まあ、エントロピー、そういうものを、そういう挙手的な量を使って理解できる。だから原子とかいう概念いらない。だから目に見えない原子による記述は科学、むしろ科学ではないというふうに上から見せてすごい否定したんですね。で、まあ、ご存知の方はすぐ思いつかれるように、こういうその、現象的な、
そこに見えているもので、物事を理解しようという、そういう現象論的な理解で、できるだけそしてその不必要、必要でない不必要な概念とかもの、自然的なものはできるだけ、省いて物事を理解しよう、つまり C の経済というふうな、アイデアはこのエルンスト・マッハという人が出したんですね。このエルンスト・マッハという人はことを、19世紀から20世紀にあたり の学学全ての学問にすごい影響を与えた人ですね。で、例えば若い、昔、マルクス主義とかそういう読んだことのある人は、まあ、レーニンが、ウィルツドンの経験批判の約束を得てものすごくボロクソで言って、なんかと、人によってはマッカーって、すごいバカな人だったんじゃないかと思っている誤解ある人があるかもしれませんが、すごく偉い物理学者としてもすごく立派な人で、例えば マッカーという衝撃波というのが、実際起こって、それを写真に撮ったりとかですね、そういう優れた、まあ、科学者だったんです。で、彼は例えば非常に、ポジティブなことを言ってて、ニュートンの絶対空間とか絶対時間という概念はこれ不必要である、そういう空間とか時間の概念はもっと相対的なものであるというアイデアを出したわけですね。これがもちろん ご存じのように、アインシュタインの相対性理論のつな、がっていくわけです。しかし一方、行き過ぎた面もあって、原子論というのを否定します。で、その当時ですね、だからそのむしろエネルギー、あるいはエントロピーが増える、エントロピーが増える方向に、つまり物事は残雑な方向に、進んでいくんですよという、そういうのをエントロピー増大色と言いますが、それをその、原子の言葉で、つまり力学とそういう 熱的な現象を統一する、要するに、理解の統一ですよね、認識の統一ということを目指した人がいて、それはまだ、まあ、偉大なボルツマン、ルードリヒ・ボルツマン。で、彼は原子概念による熱現象の理解ということを目指しました。まあ、今言ったように統一的な見方を追求したわけです。で、もちろんその時間が一方的に進む乱雑な方向に、物事が進むということは時間に一つの方向があるわけですが、当時のニュートン力学ではそういうことになってないんですね。時間、ニュートン力学の法則というのは時間を逆転しても同じようになります。で、それをどう理解するかということで、実は確率という概念を初めて物理学の中に入れたんですね。確率概念と古典力学を融合することによって熱の現象が理解できるということを言いました。まあ、しかしですね、当時はこういう、まあ、すごい影響力のあるマッハの、まあ、影響力で、考え方のもとで、まあ、それに乗っかってですね、まあ、ポストワルテとかいうのをものすごく、まあ、批判したんですね。そんなの科学じゃないという。まあ、それもあってかどうか、62歳ですかね、で亡くなって、ボルツマン亡くなっていますけども、これ自殺だったんですね。このことが影響したかどうかは分かりませんが、まあ、自殺で、実はその次紹介し、このしかしこの20世紀見えないです20世紀の移り変わるところですね、こういうその原始的な概念を、否定するという見方がコロリと変わります。まずですね、1899年に、トムソンが電子を発見しました。まあ、陰極線といって、まあその背景には、上手にそのガラス管を作って、そこから、空気を抜いてですね、非常に高度な、真空を作るという技術がどん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 発展してきます。で、そうするとそこに電圧かけると、なんか陰極のところからなんか光が、淡い光が出るんです。で、それは正体は何だろうかというのが当時非常に研究されたんですが、真空の度合いが低い時にはそれはその正体が分かりませんでした。しかし、トムソンが良かったのは、真空の技術が上がりましてですね、真空を度合い上げていくと、どうもそこはなんか粒子が走ってるというのが見えた。実際、電波をかけて磁場をかけると、その陰極線がグイッと曲がると、磁場をかけて曲がるのは電荷を持ったものです。だからそこに陰極線というのは粒子である。
電荷を持った粒子線であるということを明らかにして、さらに、粒子であるとすると質量がある、まあ、電荷があるのは当然で、そうすると、質量があるということは、質量 M ではって言うわけですから M 分の E、その電荷と質量の比、これを、まあ、あの非電荷と言いますけども、これを、まあ、工夫して測りました。そしたら、まあ、ちゃんと有限の値が 出たんですね。でこれはさらにですね、科学の方ではそういうその、原子、むしろ面白いことで電気的なその、その原子論的な考え方でファラデー以来、まあ、やっぱりイギリスなんですけども発展してて、電気分解の理論などで電荷素量、素電荷というふうなアイデアがありました。でその電気素量というような概念は化学者のウィリアム・プラウトという人が出しています。で、トムソンはですね、まあ、実は大陸ドイツの方でもっと精密な、陰極線のその、非電荷を測るような実験した人がいるんですけど、カオスになります。だけどもトムソンはこのアイデアを乗ったわけですね。私は素電荷を担っている粒子を見つけた。でそれはストーニーという人が電子という言葉を使ってたので、つまり電子を私は見つけたんだと宣言したんですね。でその後その見方がいろんな実験やると実際そのようだということになって、現代ではトムソンは、電子の発見者ということになっています。この、はい、でさらにその、十数年後ですね、1909年にラザフォート研究室の若い人、ガイガーとマースデンという人が、なんか先生実験、マースデンですかね、陰性がなんか出てですね、なんか実験させたいんですけども何がいいですかねというので、ラザフォートは非常に忙しかったので、時間がかかるけど何か出るだろうというので、アルファ線というものを、金箔に当ててですね、でそうするとほとんど素通り、まあ、前の方出てくるんですけど、たまに後ろ出るやつもいるかもしれないなと、まあ、そういうのを大角度で散乱されるので大角度散乱というんですけども、後ろにどのぐらい出てくるかちょっと測ってみたらということを言ったらしいです。ところがすぐにですね、そのガイガーとマースデンがですね、割といっぱい出るんですけど、後ろの方に嘘だろうというか、ラザフォード最初信じられなかったです。まあ、その、驚きをこのように言ってますね。つまりピストルの弾をティッシュにですね、ちり紙にこうぶつけたら、その弾丸が後ろに返ってきたらみんなびっくりするだろうと、まあ、そういう感覚だ。ところが実際測ってみるとちゃんと後ろの方に、少なくない確率で返ってで、それを理解するためにですね、結局その、ちょっとそこで物理がいるんですけども、こうまっすぐ行って、後ろに変えると、まあ、これですね、後ろに変えるというのは、これ運動量という言葉を使うと、運動量が思いっきりこう変化してるんですね。で、ニュートン力学によると、運動量が思いっきり変化するというのは、力、まあ、力積というんですが、すごい力が働いていないと。でこの間はこのアルファ粒子というのはプラスの電荷を持っていて、まあ、原子の内部はプラスの電荷がある、電子があるわけですからプラスの電荷があるんだろう。電子の他に何かプラスの電荷があるものがないという。でそのプラスの電荷は非常に小さい領域に極在していないという。つまり、電気力というのは R 次乗分の1ですね、力がね。R 次乗分の1ですから、近ければ近いほど大きい力を受ける。大きい力を受けるということは、運動量の変化大きい、速度の変化が大きいということになって大角度に散乱されるということですね。それで、この大角度散乱を理解する、の実験をきっかけとして、ラザフォードは原子の遊郭構造というのを提案して、でその、過程のもとに散乱実験を、解析するというかということで、ここで、まあ、ラザフォードは原子核というものを発見した。で発見という意味は原子というものの構造が分かったということですね。周りに電子が回ってて中の小さいところに原子核が存在する。でじゃあ原子核は何でできてるか。これプラスの電荷も。で
実はラザフォードという人は非常に偉くてですね、水素の原子というのは実は一つのプラスの電荷の粒子でできている。それをだから陽子と呼ぼうと、だから陽子を発見してるんですね。さらにこの人は実は理論が大嫌いで、理論を理解してなかったと、全然理解してなかったというか、もうバカにしてたという話があります。それで、陽子と電子が、多分研究室でですね、僕そんなイメージが湧くんですけど、それと次に出てくるチャドウィックとか、まあ、優秀な電子がいっぱいいたんですけども、まあ、お茶を飲みながらでもですね、わしなと陽子と電子があるやろ、それがすごく固く結びついて、普通のそのスケールで分解能で見たら、もう中性ですね、陽子と電子がくっついてるから電気的に中性ですね。でしかもその質量は、電子の質量は非常に小さいですから、陽子とほとんど質量は変わらない、そういう中性の粒子というのは存在すると思っとんやと、まあ日頃から言ってたようです。で実際それは国際会議でもそういうことを言ってるんですけども、でですね1932年にですね、実はポロニウムから出る強い透過力を持ってですね、で、ある他の物質に当てると陽子がポーンと出てくる、たくさん。で、それを実はフランスのジョリオ・キュリー夫妻が見つけました。で、ジョリオ・キュリー夫妻は、その出てくる、ポロニウムから出てくるやつは、そういう意味で透過性が強くて、でしかも、そしてその後で陽子を飛び出させる。だから、高エネルギーで、しかも透過性が強いということは、中性だと。でそんなものは多分ガンマ線、電磁波の非常に波長の短いやつだろうと、まあ、言ってた。ところがそんな、電磁波というのは光なので、まあ、実は質量がないので、それが陽子という非常に重いものを弾き飛ばすというのはなかなか難しいですね。例えば1円玉でですね、500円玉にこうぶつけた時に、500円玉はあんまりドゥンと飛びませんよね。飛びませんね。それと同じで軽いもの重いものぶつけたってなかなか思いっきり重いもの出ていきません。だからチャドウィックはそれないんちゃうかと、ガンマ線じゃないやろと、透過力、つまり透過力持つということ、普通と突き抜けるというのは中性だということ。そして陽子とぶつかって陽子がほとんどそのすごいエネルギーが出てくることは、それはまあ日本であれば10円玉と10円玉がですね、こう止まってる10円玉にバーンと当てたら10円玉ヒューンと飛びますよね。でぶつけた10円玉は止まりますね。まあ、そんなことが起こってるんだ。つまり、ジョリオ・キュリーたちはラザフォード先生が言ってた中性子を見つけたんだよ。これは偉いこっちゃということですね。もう、実験一生懸命やって1週間で論文書いたんですね。それでその今アイデアですね、陽子とほとんど同じ質量のものがぶつかっているんだ、出てるんだ。でそうすると相手が陽子じゃなくてぶつかるもの出ていくものがもうちょっと質量が違っていれば、ニュートン力学を使うとその出てくる、速度とか当然整数比で決まります。でそれを調べてですね、ラザフォード先生の言う通りなんです。ということでラザフォード先生さんが言ってた陽子とほとんど同じ質量を持つ中性の粒子、つまり、ラザフォードが言ってたニュートロン、中性子を見つけましたよと宣言して、でそうするとですね、原子核というのは陽子と中性子でできているということです。でそれを見た、春英のハイゼンベルクは陽子と中性子の多体系として原子核構造論というのを持つ。でそこからまあ現代的な原子核物理学あるいはというのが進んでいくわけです。ということでこれがまあ原子核が出てくるまでの前史で、だいぶ時間かかりましたけども、いきなりそれで研究をまとめるとですね、現代こういうことになってます。だからこれは原子ですけども、そこに周りを電子がぐるぐる回ってて、ですね、それで中に短いところに原子核があると。でこの原子の大きさはだいたい10のマイナス10乗メートルぐらいです。あ、ちょっと見えてない、それに対してその原子核というのはそれの1万から10万分の1ぐらいです。ですから10の1万分の1、10万分の1とかやると10マイナス5乗ですから、10のマイナス15乗メートルとかいう長さになります。これはですね、だから原子核とかそれ以外の素粒子を世界の特徴的な長さで、これは1フェントメーターという名前がついています。
ですから10センチぐらいのボールがあったとするとが原子核だとすると、で一番端の電子はだいたい1キロとか10キロ先にいるというそんな、だから実は物質ってものすごいスカスカなんですね。でその原子核というのは陽子と、中性子でできてているということをさっき、まあ、今まで喋りました。で実はこの陽子と中性子というの間には、ある中間子というのが飛んでて、そして陽子と中性子は実は光谷というのでできています。3つの光谷でできて、光谷の間はブルーオンという、そのブルーというのはニカワのことです。結びつけるニカワを英語でブルーだからニカワ粒子というんですね。ブルーオンというのというのが飛び交って、光谷を結びつけている、そういう現代で理解になっています。じゃあそのちょっと前戻ってですね、原子核を結合させている力は何かというのは実は、神秘的で不思議です。つまり、陽子というのは、静電荷を持った粒子なんですね。で、まあ、電子の約2000倍の質量です。中性子は電荷を持たない粒子です。質量は陽子とほとんど同じです。実はですね、中性子は陽子よりちょっと重いんですね。先ほどのラザフォードは実はここでは間違ってました。陽子と中性子が一緒になるとすると、一緒になるためには結合しないといけないので、それは、アインシュタイン のエネルギーと質量の関係からいくとですね、質量は陽子より小さくないといけないんですね。陽子と電子の質量を足したものより。ところが実際は陽子と電子の質量を足したものよりちょっと重いんですね、中性子。実際それは中性子はベータ崩壊といってですね、陽子と電子から反ニュートリノになるということで、まあ、分かっています。で、まあ、そういうことなんですけども、で、ちょっと文字化けしてしまってますが、中学か、ひょっとしたら高校ぐらいで習ったクーロン、理論というのがあって、電荷の間にはエネルギーに直すと、距離の、逆比例するエネルギーがかかるんですね。ほんで、だから陽子の、で、今言ったようにこれ1フェントメーターぐらいだと、まあ、しましょう、原子核のスケールですね。でそうするとこれに、それここに1フェントメーターと入れて、E の値を入れて、まあ、この辺り全部入れてやると、大体 1.44 とかになる。1.44、この MeV と書いてあるのはですね、M というのは100万というんです。100万エレクトロンボルトというエネルギーです。で、エレクトロンボルトというのは、1ボルトの電圧かけたときに電子が最終的に加速されて持つエネルギーのことです。だから100万エレクトロンボルトのエネルギーというのは100万ボルトの電圧をかけたときに電子あるいは陽子がその間に加速されて持つエネルギーです。すごい、非常に大きいです。で、膨大なエネルギーです。でそうするとこの陽子間にはこの巨大な空論積力が働いているわけです。しかしそれコンパクトに1フェントメーターあたりのところに極材しているで、おかしいじゃないかと思います。だからそれをこれを理解するためには何か新しい力が必要だと。それが、それを核力、ニュークリアフォースと呼びましょうと。でこの核力のそれじゃ起源は何でしょう。だからこの核力の存在というのは結局20世紀になって人類がその存在を、まあ、認識した新しい力です。でそれはその後の理解で、この括弧付きの強い相互作用と言われるあるカテゴリーの中の、相互作用の一種ですという理解になっています。強い相互作用というのは日本語で言うと何のことはないですけども、この場合形容詞ですけども、意味それしかないので、まあ、英語で言うとすると The Strong Interaction と言うべきですね。でそこで出てきたのが、まあ、湯川の中間子理論、1935年に出されました。でこれは中間子というものを予言したわけです。でこれはですね、その当時、まあ
和の量子論というのが発展してて、それは1929年のハイゼンベルグ・パウリの理論というのがあるんですが、まあ、そういう理論によると、電気的な力というのは、電磁場を、まあ、が量子化された時に出てくる光子というものをこう媒介して、まあ、生まれるというふうに理解されていました。でその時の、まあポテンシャルエネルギーというのは距離の反比でした。これを力に直すと R 次乗分の力。ところがその核力というのはそんなに到達しないわけですね。あんな強い力が無限 R 分の1でいったら、その、全ての原子が一緒になってですね、宇宙全体が一つの原子核になってしまいます。そういうことにはなっている。極材質。ということは、割と短距離にしか働かないんですね。でそれを理解するために、ある、まあ非常に簡単な、当時、すでに出てた、量子力学の不確定性関係というのと、いうのを用いてですね、そこには背景には新しい質量を持った、それは Mπ とか言いますけど、を持った、粒子が存在すればよいと。でもしそうすると、その陽子とか陽子の間には、まあ、ちょっと引き換えて申し訳ないんですけども、 R 分の1じゃなくてこういうエクスポネンシャルマイナス μR という、これはすごくバーッと、距離とともに落ちていくもので、 μ というのは実はこの質量に関係しています。これは本当は H バーなんですけど、H バーがなかったのですみません、これ H バーです。ということで、核力のポテンシャルを説明したんですね。それで、核力の、到達距離というのも当時実験で分かってましたから、それで、この、その到達距離と、この式を使ってこの、この新しい粒子の質量を計算すると、大体電子と陽子の間。というので、まあ、中間の質量ということなんで、中間子と名前が付きます。でこの湯川秀樹の業績というのは非常に大きなものがありまして、ちなみにですね、つまりこの新しい力相互作用、未知の現象、核力というものに、まあ、人類が出くわしたわけですね。でそこにその未知の現象に新しい物質を素定する、そこに新しい素粒子を素定する、でその、未知の現象、現象の理解をその未知の粒子の性質に帰着させるという、そういう物理学、科学の方法が始まったわけです。で、それが実は素粒子物理学というものです。そういう、で、それがだから、湯川秀樹は現代では素粒子物理学の創始者の一人、特に、まあ、素粒子理論の創始者の一人ということで、物理学の、まあ、歴史の中で巨大な存在になっているわけです。で、その後ですね、その、陽子とか中性子以外の、その仲間、今さっき言いました強い相互作用をする、粒子、まあ、それをまあ、仮に、まあ、素粒子と言っておりますが、それはもうたくさんたくさん見つかりました。まあ、K と名前がつくものとか、イータとかですね、K はオメガとかローとか、それから陽子とか中性子の仲間だと、この陽子中性子とか、シグマとか、ラムダとか、シグマとか、デルタとかですね、もういっぱいいっぱい、どのぐらいいっぱいかというとですね、これだけいっぱいです。これはパーティクルデータグループって言って、まあ、どれだけ、これメソ、中間子と同じ、パイ中間子と同じ中もこれだけ。で、こちらは陽子中性子と同じ中が右側にこれ、これはどうじゃろうかということで、それで、こういうのが、ね、パーティクルズー、まあ、素粒子動物園というふうに、まあ、呼ぶ人もいます。まあ、しかし、ですね、そこに、まあ、質量の分類したりするといろいろ特徴特性があってですね、そうすると科学の方の定位比例の法則とか倍数比例の法則に似たような法則があって、でそれは結局物質、その今考えている物質の背景にサブ構造があるわけですね。原子分子の概念に至ったように、これだけたくさんあるということは、それは中に構造があって、それがいろいろ運動する運動形態、中のあるサブ構造より小さな粒子がいて、それの運動形態、あるいはそれの種類の変化によって、これだけの多様なものが、物質、ハドロンが、粒子が現れるんだろうというふうに発想するのは非常に自然なことです。でそのサブ構造を狙うものを光子と呼びました。で、申し訳ない、ちょっとそれでですね、
それで、まあ、ハドロン物理学あるいは光子物理学というふうに、まあ、発展していくんですけども、この今ちょっと湯川秀樹を持ち上げすぎてですね、理論の方ばっかりで物理が進むと思ってはいけないので、ちょっとこう変えてみますと質量をですね、まあ、エネルギーの単位に直すと、まあ、アインシュタインの関係ですね、質量とエネルギーの関係、質量に C の2乗をかけると、エネルギーです。電子は 0.5 ぐらいです。で、ニュートロン、は、こんなんですね、核子。π 中間子はこんなものです。で、まあ、さっき出てきた導中間子のがあって、これ770。デルタというのは1230ぐらいです。で、これはもう、すごい大きなエネルギーなんですね、当時としては。こういう素粒子を作るには大きなエネルギーが必要です。あるいはどん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 ミクロになっていくのですよ、すごい分解能が必要で、必要、の機械が必要です。で、それで出てきたのが、まあ、加速器というものです。で、加速器というのを作ったのはローレンスということで、だから、湯川秀樹と加速器を作った人が両輪となって素粒子物理が進んできていったということになります。で例えば、まあ、典型的な加速器としてはですね、まあ、クロフト・ボルトンというのがありまして、これはこう 電圧がこう少しずつこう上がっていって、ここからイオンを入れていくと加速されて。で、ターゲットに当てて、その散乱される仕方を見て、その内部構造を見るということですね。で、これはですね、加速器というと、なんかかけ離れたもののように思うかもしれません。これは要するに顕微鏡です。というのはですね、物質量子力学を最初に作ったドブロイという人がいるんですが、その人が物質波という概念を出しました。で、質量が m で速さが v の粒子は運動量 p というのを mv というのが、そういう粒子物質は実にはですね、この p 分の h というのはプランク定数というものですが、これで与えられる波が付随する、まあ、パイロット波とか呼んだりして、こういう全ての物質、光は波ですけど、それ光子という物質が、性を持ったように、全ての逆に水素の物質はこの関係で結びつく波波動性を持っているということで、これはですね、光に比べるとこの質量がある分ですね、波長を短くできるんですね。そのために非常によりミクロな微細な構造が見ることで、もっとエネルギー上げようと思うと、実は磁場を使ったぐる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 回して、それもサイクロトロンというふうなのが出てですね、まあ、両方の、まあで空論力でどんどん加速するのと、磁場でぐる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 回して加速するのとですね、磁場を解決するというので、2つの原理で、まあ、いわゆる例えばですね、 J パークという、まあ茨城県にある我が国の加速器なんかではですね、ちょっと見にくいですが、このリニアックというところでこういう線形加速的にこうやって、ここでちょある程度まで加速して、ここでちょっとここでぐるぐる回しながら、ある程度加速させて、最後にヒューッとここでまた、これシンクロトロンというところでこうぐるぐる回してということをやって、ここでまあ中性子ビーム作ったり、あるいはここでニュートリノビーム作ったり、それからまあたくさんのハドロン作ったりという実験が今されています。だからこういうふうに加速器を使ったその実験物理学というものでも両輪となって進んでいるということです。はい。それで理論の方に戻りますと、結局まあハドロンの背景にコークがある。で、コークというものという、そのサブ構造というのを最初に考えたのは、坂田正一という、これはまあ小林さんとか小林の先生ですね。まあ、若い頃は湯川秀樹の共同研究者です。湯川の中間子論の第2か第3、第4論文ぐらいまでは共著者ですね。それから、この、あるいはそういうアイデアを出したゲルマンという人がいて、あとツバイクとしか言うんですけど、ちょっと、インターネットで写真が出なかったので、ちょっと申し訳ないですけど、写真があります。で、こう結局その理解では、先ほど言いましたように陽子中性子の仲間、重粒子というんですけども、それは3個のコークが成り立ってて、中間子、π 中間子の仲間はコークと反コークから成り立っているという、平等を与えました。で、これは非常に成功しまして、まあ
でこれではちょっと、うまくいかない面がありまして、つまりでこう色が変えてますね。実は色という重度も入れないといけません。そうしないと、ですね、あ、そうですね、ということを南部陽一郎さんが1964年に言いました。でそれで色の自由度の導入ということをやって、これは後で言うフェルミオンのパオリ原理ということに、関係します。コークというのはフェルミ粒子というもので、理解しようとすると色という自由度が必要です。でそのコーク模型、コークの理論というのは、最終版というのは結局小林益川理論です。それはコークは結局は、6種類あります。でそれはアメリカ人がそういう名前の付け方したんですけども、 U コーク、D コーク、チャームコーク、ストレンジネスコーク、トップコーク、ボトムコーク、これトップコーク、これボトムの、これは上の方に書いてあるからトップというんですね。これ下に書いてあるからボトムというんですけども、こういうふうに書くことで、6つあるんだけど横並びに6つ書くんじゃなくてですね、こういうふうに2つずつ国民に3種類で書くのはですね、小林益川が始めたことです。この1、2、3といくのはですね、意味があって、これ世代と言っています。世代と言っています。で実はこういうふうにすると、小林益川この実はずっとハドロンという強い相互作用の話をしてますが、この素粒子というのは強い相互作用と弱い相互作用と電子相互作用をするんですね。もちろん重力も受けてますけども、でそのうちのこの1枚だけ使って弱い相互作用の話しますけども、もう式書いて、これはもうちょっと忘れて見なくても結構です。よくご存知の方、行列とか知ってる人のために書きました。そういうこと何のことだとわからない人はちょっと目をつぶっててください。結局ですね、弱い相互作用というのはコークの部分とそのコークが崩壊して電子とか反ニュートリノというのがするんですね。電子とかニュートリノというのはレプトンと呼ばれます。でコークの部分とそのレプトンの部分にこう相互作用が分かれるんですが、コークの部分をこうかけますよというのを言ったんですね。小林さん。でこれさっき言った UCT、 これはさっきの3つ並んでたうちの上の方に書いてあるんです。で、D というのはダウン、下の方に書いてあるんです。だから下の方から上の方に崩壊する、移るんですね、弱い相互作用という。ところが、弱い、その上から下に行くときに、この元のじゃなくて、実はこれが混じり合っちゃいますと。混じり合ったものが崩壊します。こういうのを世代混合というんですけども、でこういう3つあれば、3つの世代になってて、でそうすると産業三列のユニタリー行列になりましてですね、でそうするとどんなことやっても複素数が出るんです。この行列を、要素をですね、から複素数、虚数というのを消すことができないということを指摘しました。そうすると、実は当時ミステリアスだ、神秘だったある結局時間判定普遍性を破るようなですね、現象が理解できるということになります。ちなみに量子力学では時間判定をするというのは複素強弱を作るということになります。どうも、はい、以上で弱い相互性はありますけども、それでコープということにで理解すると非常に整理されてうまくいろんなスペクトルもですね、いろんなレベルが割と簡単に説明できることになったんですけども、しかしコークを単独で観測できたことはないんですね。できないと信じられています。で、それはどうしてかというと、結局コーク間の相互作用、つまり強い相互作用というのはそうなっているからだ。それを、その理論というのは量子力学、QCD と言いますけども、それを提案したのがグロス、ポリッツァ、フリッツェクです。本当はグロス、フリッツェクが強調で、ポリッツァは単名です。で、この量子力学というものによるとですね、
その力の強さが思いっきりその距離に依存するんですね。これは実はあの運動量依存性で書いてるんですけども、直感的にはこちらの右側の方に行くと短距離だと思ってます。短距離でコークとかブルオンが感じる力の強さで、こっちの方はその長距離でコークとかブルオンが感じる力の強さ。だから短距離に行くと、ではコークとブルオンは非常に小さい力しか起きない。ほとんどどん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 力が小さくなって自由になる。全筋的に自由になるというのを全筋自由性というんですけどね。で逆に長距離になるとどん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 、それは実は無限大まで力が、だから、コークとコークを引き離そうとするとエネルギーがすごく大きくなる。だから出てくれない。出てくる前に途中でプツンと切れてですね、さっき のコークと反コークというのがありますから、コークと反コークが、生成、されてで、ハドロになって分かれている。だから単体では、候補が見えないというのは、まあ、これで定性的にまあ理解できるわけです。大事なのは、その距離に依存して、特に前筋柔性ということと、それの、反語としての長距離での、スレーブというんですけども、インフラレッドスレーバリーという、閉じ込めてしまうという理論がになっていることを示したんですね。でこの量子の力学というのはこうちょっと難しいんですけども、さっきとも南部さんが導入した色という自由度を使った、まあ、難しいですけど原理論と言われるものです。だから色の自由度がなければいけない。でその色の自由度についての原理論というのが強い相互作用の基礎理論じゃないかということは、実は1965年に南部さんが言っています。ちゃんと書いています、バイスコップという人の還暦記念のプロシーディング、記念プロシーディングスに書いています。しかし、ノーベル賞はこの3人、まあ、ノーベル賞は3人しかいかないので、一つのテーマにで、まあ、ちょっと、まあ、日本人として残念なんですけど、この時のノーベル賞財団が出しているメッセージというか説明を読んでいくとですね、つまりこの3人がどういう優れた業績を上げたかということを説明するのに、まあ、歴史を書いてるわけですね。強い創生で色という概念は南部へ導入したで、から芸術セオリーというアイデアも南部がやった。で南部は全てやったように思うかもしれないが、南部は1960年まででちょっと早すぎたと書いてます本当にそう書いてます。ちょっと問題は早すぎた、というのはですね、1969年、70年にスタンフォードスラックというところで高エネルギーの電子散乱というのをやって、それで、陽子のない非常に高い分解能で、見たらそのコークのがどんな運動をしているかというのが分かってきたんです。その実験があって、その実験に絡めて、そのだからそうすると非常に高分解能で陽子の内部を見てみると、だから高エネルギーの電子散乱で、先ほど言いました顕微鏡です、非常に高精度の顕微鏡を見るようなもの。そうすると中はいっぱいたくさんの微小な粒子が動き回っているように見える。しかもほとんど自由に動き回っているようにとしか解釈できないデータです。でそれをどう理解するかというので、この量子色力学を使うと今言った全筋自由性能に成り立っているので、つまりスラックのデータはその強い相互作用の基礎理論が量子色力学であるということを示しているんだという今言った。それでノーベル賞で、その量子力学がどのぐらいいいかというと、まあ、現在ではですね、そのラグランジアンといいますけども、その理論を用いてスーパーコンピューターを用いて計算してですね、先ほど言った、素粒子のハドロンの質量がこう計算できている。この紫が理論計算です。これは日本のグループの計算なんですけども、この横線が実験値なんですが、まあ、要するに量子力学がどうも強い相互作用の基礎理論として正しそうだというのはこういうことところ、まあ、ところでも、まあ、ほとんどということです。パイのとか系とか、まあ、理論でというところがほとんどに至った。はい、それで量子、まあ、そういうことで、
量子領域学は強い相互作用の基礎論として成功してるんですが、うん、もう少しその見てみると非常に面白い説があります。先ほど言いましたように分解能に応じて、物質秒像が変化し、あるいは法則が変化します。高分解能でこのハドロンを見てみると、あるいはそれはまあ QCD がそう予言するわけですけど、ほとんど質量がないコークとグルオンが見えて、さらにもっと分解能を上げていくと、そのコークとグルオンは、どんどん力が弱くなっているように見える。で、低分解能で見てみると、そのコークとグルオンじゃなくて、コークやグルオンは単体では取り出せなくて、ハドロンという、一つの結合状態としてしか存在する、存在しない。ハドロンという組み合わせでしか見えないということです。だからハドロン、素粒子、陽子とか我々実際の体を作っている、まあ、物質はですね、低分解能に見える複合粒子ということを教えます。それで、もともとハドロン、つまり強い相互作用をする、粒子というのでハドロンと言っています。で、ハドロンの最初のものが陽子、中性子、それからパイ、ユカワのパイ中間子です。で、そういう陽子とか中性子、中間子というものを理解しようと思って基礎理論を書いてみたら、陽子も中性子もないコークとグルオンで書かれているんですね。それで、その理論を見てみるとですね、そのハドロンの中までユカワの中間子というのが非常に軽いということに気がつきます。で、これはその理解を与えたのが実は南部陽一郎先生の対処心理学的役でということで、結局ですね、一応計算したらハドロンも出るし、それから、先ほどスラックのスタンフォードの実験も接動的な計算するとよく実験と合います。しかしその実際にどうやってその、パイ中間子とかいうのをこう軽いのかとかですね、それ実は変えられた対称性のジャスティック役例というんですけども、そういうことを理解するというのはごく最近になってやっとこの量子量力学に基づいてできてきました。で、その話をするんですけど、その前にその平等でいくとですね、例えば中間子というのはコークと反コークの間にグルーオンという場があって、それがこう真ん中にスクイーズ紐のようになっています。それから重粒子ですね、陽子とか中性子というのはコークが3つあって、その間にグルーオンの場というのがこうあって、それで引き合っているという、そういう平等になっています。で、さっき言いましたようにその高分解能で見ると、つまり高分解能というのはちょっと難しい言い方すると硬いスケールで、ハードなスケールで見るという言い方します。で、あるいは、相対性理論によると分解能というのは、運動量の移行に関係します。で、相対論によると運動量とエネルギーというものは同じものです。だから、本質的には同じものです。で、運動量が大きいところで見るとコークとグルオンが見えるということです。あるいはエネルギーが高いところで。で、そうするとですね、そういうエネルギーが高いとか分解能が高いというのと、逆に分解能が低いところは我々の世界なんですけども、じゃあエネルギーで高いエネルギーというのは、例えば超高温とか高密度というので、そこに高いエネルギーというのが入っていく。で、そうするとそういう、異常な環境、極限状態においては我々が知っているハドロンというのが変わるかもしれないということを予想されるさせるわけです。で、先ほどちょっと復習ですけど、以下理解するためにですね、これちょっとどうしよう、フェルミオンとボーズ粒子というのを説明してるんですが、そうですね、ディラック理論というのを説明するためにちょっと説明しておきます。今言っている世界、やっている議論している世界は量子力学で記述される世界です。
そこでは量子にはですね、よく調べてみると2種類あることが分かりました。でそれはその量子力学的な粒子はぐるぐる実は自転してるんです。あるいはまあ極端な場合自転していない、その回転の強さ、まあ、それを核運動量とかスピンとか呼びますが、それは飛び飛びの値しか取りません。といってもそれはいわゆる反整数というもので2分の1とか2分の3、2分の5とか0、1、2、3で、この性質は一生変わりません。その粒子に特有のものです。で例えば光の粒子、光子とかずっとで中間子とかグルオンとか、それから音を音波を量子化したフォノンとかいうのはこういう、スピンが整数です。でこういう粒子はボーズ粒子、あるいはボーズ粒子、ボソンと呼びます。でそれに対して反整数、スピンが反整数の粒子もいます。それは電子とか陽子とか中性子とか光子とかニュートリノとかです。これは、フェルミ粒子、フェルミオンと呼びます。で、フェルミオンにはですね、非常に面白い性質があって、それはパウリの排他率というもので、量子力学によると、例えば原子の中の、電子というのはある決まった軌道しか、状態が取れません。でしかもですね、電子というのは、スピン持ってて、スピンというのは2分の1というのは上向きにぐるぐる回るか下向きにぐるぐる回るかしかないんですね。だから上向きに、これ非常に極端に書いてすごく厳密な言い方ではないんですけども、ここの軌道がぐるぐる回る、この軌道をぐるぐる回っているとすると上向きにスピンがあるか下向きにスピンがあるか、この2つしかありえないんですね。そういう、だからそれ以外この3つ目は入れないんです。電子だから排他する、3つ目は排他するというので、これをそういうことを最初に指摘したので、パウリの排他率、フェルミオンには相違性質があります。だから、入れるエネルギーレベルがあったとすると、スピンが上向きと下向きの2つずつしかこう入れないんです、ね、だからたくさん、これは、あることを意味してて、たくさんのフェルミオンがあると、エネルギーレベルというのはこういう、決まったものしかありませんから、たくさん入れようとすると次の上のエネルギーに埋めていくしかないんですね。だからフェルミオンの多体系というのは非常にエネルギーが高い状態になります。普通は、それでそこでですね、これをまあ一応基礎として、で現在その量子力学から進んで場の量子論ということで理解されます。で現在その場の量子論によりますと、物質というのは何かということについて一つの回答を与えています。それはですね、物質というのはその量子場のエネルギーが高い状態、つまり逆に言うと真空というのはエネルギーが一番低い状態、何も空っぽとか何とか言うのエネルギーが一番低い状態で、それによりもエネルギーが高い状態の時に、それは物が粒子が見える、そこに物質が存在すると認識されるという平等を現在の場の量子論では与えています。だからそういうふうに何が物質で何が真空かというのはですね、相互規定的なんですね。現代の物質の理論というのはそのまま真空の理論にもなっている、連続的なわけです。実は何が物質として観測されるかということは、実はそのどういう状態が真空であるかということを決めることと等価です。でそういう見方はですね、最初に方画的な理論はディラックという人の天才と言われている、1928年の相対論的電子の理論です。でこれを相対論的なディラックの理論によると解いてみるとですね、電子は負のエネルギーも持ってもいいことになる。で負のエネルギーまであるとですね、さっきはどんどんエネルギー高くなるというのをやったのは、これ全部正のエネルギーだと思ってるからなんで、負だとするとエネルギーが低い方がいいんだから、どん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 負の方エネルギーに詰まっていきますよね。そんなことはないだろうと。でそこでですね、これ最初はディラックは1個の電子の理論のつもりで作ったんだけど、ここで飛躍をして、実は私は、無限の電子の、理論を作ってました。で実は真空というのは
電子がこの負のエネルギーに全部詰まった状態です。だけどこれはどこもかしくもですね、この状態なので我々は何かそこに変化があると見えない。で これに変化があるとそこに物質があると見える。例えばここに穴が開いて、ここにちょっと、あの丸が穴が大きすぎますけども、小さくしたかったんだけどちょっとヘサでこんな大きい穴しかできませんでした。これはここに電子がいるわけです。これ電子のつもりです。電子の穴が開いてポコンと上に、そうするとこういうことは、これは真空の状態と違うので、変わったので何かあるように見える。でその時にこれは正のエネルギー、ゼロ、あ、これゼロに変えたらダメですね。これあの、まあ、ゼロエネルギーで見去って負の電荷を持ったものが存在しますから、これ電子が見えるわけです。ところがここはマイナスの電荷を持ったものがなくなったので、これはプラスの電荷がそこにあるように見えますね。でしかもこれは計算するとここの状態は質量が電子と同じ質量になります。だからこういう過程も起こるわけです。あの量子的な遷移ということです。だから、ディラックはこういう真空の新しい見方とともにこういう領域もあるから、これを反粒子、今の場合は陽電子と言います。陽電子が存在するぞと言っています。でそれは実はそういったその年にアンダーソンという人がアメリカで宇宙船の中で見つけました。でそういう、でこれがディラックはそういうことを言ってたんですけども、で南部先生はどういうことを言ったかというと、もっと、我々の真空物質的でですね、どういう性質を持つ粒子が存在するかというのは相互作用の結果を決める。これはまあ自由な、電子の理論だったんですけども、そこに相互作用を入れるとどういう状態が真空になるかというのは決まります。相互作用の結果決まります。例えばそれは実は超伝導状態の金属の電子がエネルギーギャップを持つんですけども、だからそのまあ、超伝導という状態は相互作用の結果電子の間に引力が働くんですね。電子がプラスあマイナス電荷同士ですけども、あの先ほどの炎も交換して引力が働く時がある。それでその相互作用の結果超伝導になるんですけども、そういう相互作用の結果、一番エネルギーの低い状態が変な状態になっていることがあるというわけです。でそこで、まあ、相転移という概念が、真空の理解に導入されました。相転移というのは、まあ、小学校とか中学校で習ったと思いますが、例えば水の三態という、水というのは H2O で分子ですけれども、低温の時には固体、氷になって固体になる。もうちょっと温度を上げると水、液体になる。もっと温度を上げると気体、水蒸気になる。そのような例はもっとあって、金属の磁石というもの、金属というのは高温になると、例えば鉄では1000、度計ぐらいまでいくと、まで冷やすと磁石になる。逆に言うと、数千度までを温度を上げると鉄は磁石にはなり得ません。いくら強力な磁石をかけても、磁場をかけても。でこれは後で言いますが、回転対称性の破れということと関係です。まあ、金属の超伝導というもの、これはそれまで、温度を下げていくと、電流が抵抗なしで流れるようになるということですね。これはそのために実はマイスナー効果ということで、まあ、これはあの磁石が中空に浮いてるわけですけども、でこれはまあ相図ということで、例えばあのこれは水で、温度が低くて圧力を与えていくと固体になります。で、磁石を例にして、その磁石になる相転移とそれから対称性という概念をちょっと導入したいと思います。磁石というのはですね、よくあの今現在の理解では非常に微小な磁石が、まあ、原子とか分子が持っている微小な磁石がまずあってですね、でそれが、低温ではそれがその磁石が実はこの間に、揃うような方がエネルギーが低くなるような相互作用が働いています。この相互作用は量子力学的な効果です。揃う方がエネルギーが低いんです。それだったらいつもその揃うところはあの磁石がみんな揃ってるから、これ大きな巨子的な磁場を持つんですね。磁化してる、これ磁石です。じゃあいつも磁石、こういう性質を持ったものでできている物質は磁石になるんじゃないかというと、そうじゃなくてないんですね。温度を上げると
実はバラバラの方がいいです。だからどうしてか、ちょっと式、すみません、これ一行の式です。実はですね、温度が有限温度、温度を T と言いましたが、有限温度の時にどんな、どういう時、どういうふうに状態が決まるかというと、これはヘルムホルツという人が、まあ、賢い人が教えてくれるんですね。それはエネルギーと、それからこれ S というのは、まあ、エントロピーというものです。エントロピーというのはランダム数、まあ、場合の数です。これ揃ってるところは一つの方向だから一つしてないんですけど、どこでもどこ向いててもいいよといっていろんな場合がありますよね。だから S というのは、まあ、場合の数を、まあ、対数とったり、まあ、場合の数みたいなものです。それに温度をかけたもの、を引いたもの、これが、一番小さくなるような状態が実現するというんです。だから温度が低ければこっちが勝つわけです。温度が小さいからエントロピーの負けちゃってですね、引き算の問題です。こっちがエネルギーが低い方がいい。そうするとこういうようになるんですね。だから温度が高いとこれよりも T がどんどん大きく、係数が大きいですから、エントロピーが大きいほどいい。それは結局ランダムの方がいい。そうすると、磁石が、微小な磁石がいろんな方向向くから、これはもう磁石ではありえないということになる。まあ、そういうことなんですけども、ところでですね、この微小な磁石の間の相互作用は、ぐるぐる回してもその相互作用の形は変わりません。そういう意味で、元の、理論は回転対象です。どんな回転しても変わりません。実際だからこう回転対象、まあ、こういう状態は回転対象になってるんですけども、エネルギーが低いこうなった時にはこれは一つの方向を向いてますね。だから規定状態は、一番エネルギーが低い状態は一つの方向を選ばれてるわけです。元は回転対象でどこ向いてもよかった、よかった、分け隔てなかった理論なのに、実現する状態は低温の時には一つの方向を選ばれている。こういうことを現代の今の場合、回転対称性が自発的に破れたという言い方をします。破れた状態が実現したという言い方をします。それでですね、超伝導も、まあ、そういうことがありまして、超伝導の場合は、でそれで何が起こるかというと、まあ、これは、超伝導が起こったときに、こっちは超伝導がない、普通の常伝導で、こっちは超伝導で、その時の電子のエネルギーを、これはまあ運動量なんですけど、それはどんなになるかというと、普通の金属ではですね、こうほとんど低エネルギーでは運動量に比例します。ところが、超伝導状態で電子のエネルギーをこう観測してみると、全然違うんですね。運動量がゼロのところでは、ある有限の値もあって、そしてまあこういう、まあ、ちょっと式、これ、一応中学校レベルの式、ルートですけども、こんな式になります。こういったグラフ、こんなの。全然見ても見つからない。まあ、そういうふうに、実は、想定にすると面白いのがですね、そこで例義される、つまり真空、まあ、規定状態、平行状態を真空と呼ぶと、真空が変わると、そこでの励起状態の性質も変わるということを示す典型例なんです。で、いう励起として、まあ、これ紹介しました。で、もう一つサイドリマークとして面白いのは、この形はですね、実は相対性理論を勉強した人はこれ分かるんですが、思いつくんですが、これは質量がデルタというものも、物質の相対論的な運動エネルギーと同じ形をしています。で、もちろんな、そうするとですね、まあ、相対論を知っている人は逆に素粒子、粒子の質量というものも、そのデルタの質量に対応するんですけども、普遍ではなくて金属が超伝導になってこんなギャップを獲得したように、相互作用の結果ですね、真空が相転移をして獲得するんじゃないか、そういう質量が実現してんじゃないかというアイデアを南部さんが1961年に言いました。それじゃあそのことあるんかということで、実際それをまず示したわけですね。で、ちょっと色々難しい話とか
ということ、それはまあすぐ説明しますけれども、その時に理解の仕方としてですね、今のその絵で描いてみると、超伝導というのはこのちょっとまあこういうプサイと書いたこういうようなこれ期待値するんですけども、これが有限かどうかというと決まるんですけども、理論的にはですね、温度が高い時にはデルタと書きますと、それが0の時が一番エネルギーが低いんですね。これはまあそういうデルタのどんな時一番エネルギーが低いかと言われると、こう高温の時はこうです。これ温度が変えてるんですけど、で温度が低くなるとこれがこのエネルギーが下がってきます。で温度が低温になるとこの、グラフがですねグイーンとこうなって、一番エネルギーが低いのは有限のところにデルタが選ばれるということになります。ここに選ばれる。でだからそうすると先ほどの対称性の自発的ギャフルというのはですね、この場合は実はこれ複素数になってまして、その実部の方と虚数部の方でこれ本当はぐる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 回って、対象どこも遠からものが状態だったんだけども、一旦このデルタがこうあるところに選ばれると、この方向が選ばれたので、このぐるぐる回転対称性が失われる。この時の回転対称性は実はゲージ対称性と言います。ということで超伝導も実は対称性の自発的破れとして理解できます。でちなみにこれはですね、ヒッグズ粒子の聞いたことあると思うんですけど、この場がですね、ヒッグズ場で、この間カーバチャーにこの冷気モードというのがヒッグズ粒子に実は対応します。それでということで、元に一応その想定という概念を説明しました。だいぶ時間それで QCD の方に戻りますね。で QCD で、環境を変えるといろいろなことが面白いことが起こるんじゃないかということで、それをどういうことが起こりうるかということを紹介します。で一つはコークグルオンプラズマというものです。でこれは普通 のプラズマと似たようなもので、普通の物質をですね、高温にすると普通の室温だと原子核周り電子がぐるぐる回ってるんだけども、高温になると熱的なエネルギーをもらって、この、原子核に結合されずに銃になる電子が出てくるんですよね。でそうすると電子が出ていくと、この残った原子はプラスイオンになるんですね。だからイオンと自由な電子の、混合体の、こういうのを、第4の状態とか言って、プラズマ状態と呼んでますね。で、どうもケイ素なんかではですね、計算して電子10個を剥ぎ取る温度はだいたい700万度計ぐらいらしいです。これはエネルギーでいくと600エレクトロンボルトぐらい、700万度。だとこういうプラズマ状態が見える。で先ほど我々のハドロン、素粒子はですね、コークとグルでかコークがこう結びついているので、これもある程度、ハドロンのガスというものもですね、超高温になるとこれが自由運動を始めて閉じ込められるよりも自由にしたんです。でそれをコークグルオンプラズマと呼んでいます。でこれはどのぐらいに起こるかというと、大体これ600エレクトロンボルトといったのが大体100から200かける100万エレクトロンボルトになります。で、じゃあそんな高温の状態ってどんな状態かというと、ビッグバンの後の10のマイナス5乗秒ぐらいの時の温度。で逆にそれより前はコークとグルオンだけでできてて、この10のマイナス5乗秒ぐらいの時に、このコークグルオンプラズマの状態からこのハドロンガスのように。ハドロンができるというふうに理解されています。でもう一つ、また難しい話で申し訳ないんですけども、もう一つどういうことが起こるかということで、ランプ先生の話を書いてるんですけども、手形の対称その自発的要素です。結局対称性というのは現代の理解ではあるとある保存則を導きます。今の理解 ですね、空間が一様であるということは運動量保存ということを導きます。時間が一様であるということはエネルギー保存。
から空間の統合であるということが核運動量保存と、そういうのがあります。それで、実はですね、質量がない粒子、まあ、我々はその相互作用の結果質量が生まれるんではないかという、まあ、思いつきを持っているわけです。だから逆に質量がゼロの時にどういうことになっているかというと、実はその、運動量、こっちの方に進む、ビューッと右の方、こっちの、向かって右の方向に進んでいる、粒子を考えましょう。その時に、先ほどスピンですね、スピンがぐる、このぐるぐるこの回転の向きが逆向き、運動量が逆向きになっている場合と、運動量の向きとスピンの向きが同じ方向になっている、どっちかしかない。で、このどっちか、この反対向きにぐるぐる回っているのを左巻きと言います。アホという意味じゃなくて、まあ、左巻き、まあ、レフトハンディと言います、こっちの方は右巻き、ライトハンディと言います。でこのレフトハンディとか、まあ、左巻くか右巻くかというのはこれは混じらない。この状態であればずっとこの左巻き、右巻きの状態であったらずっと右巻きの状態、つまり、カイラル対称性という、まあ、非常に抽象的な対称性なんですけども、そういう対称性というのは粒子の存在としてこういう2つの状態しか許さないということ。でこの時はでそのことは質量がゼロであるということと、関係結びついています。しかしですね、これはもう自由な場合で、ここに相互作用が入るとこの2つの状態が混じることがある。だから左巻きだったり右巻きだったりする。だから左巻きとか右巻きで状態を指定できない。そういう意味で対称性がやっぱり自発的に破れているということが起こる。それはまあちょっとどういうことかというと、まあ、右左巻きの状態でいったのに途中である、まあ、相互作用があってですね、右巻きに変わる、ある時左巻きなんだけど、ある時観測すると右巻きになるということが相互作用の結果、そういうことが実現しうる。でその時は変えられた対称性が自発的に破れるといいます。でそれはその時質量が発現するということ。でさらに、それをですね、変えてみると、まあ、先ほどの超伝導の話でいくと、まあ、こういう同じようにですね、こうやって、そして、変えられた対象性が破れた状態は、まあ、ここだということになります。でもう一つ面白いのはですね、こうすると、もともとはこのぐるぐる回るエネルギー、みんな同じエネルギーだったんですね。で、その同じ対象性を持っているということは、この、まあ、ここに選ばれますけども、真空選ばれますけども、このぐるぐる回る方向でエネルギーがいらないんですね、対称性から。ということは、こっちの方向にぐるぐる回るような運動、それは、まあ、場の量子論でいうと、ちゃんと粒子が存在するということなんですけども、それが実はパイ中間子として理解できる。で、実際は完全な変えられる対称性というのがないので、これはちょっとだけこう斜めになっているので、パイ中間子というのは小さな、その補正の質量を持ちます。ということで、これが、まあ、南部先生の理解です。つまり、変えられる対称性というのはもともとあって、実はそれは我々の真空では自発的に破れている。そうすると、もともと持っていた対称性のために、この周りにぐるぐる回るような冷気は、モードは、ほとんどゼロエネルギーです。それが実は湯川のパイだと、まあ、いう理解になっています。で、まあ、現代ではですね、そういう見方で超高温とか高密度になると何が起こるかというと、例えば、まあ例えば超高密度の状態、中性子とか高屈性というのがあるかもしれない。でそこでは、カラー超伝導、さっき言ったカラーの電荷で超伝導になるかもしれないし、高温に行くとハドロンのところから高屈ブロンプラグ、赤で見えないですね、とか、まあ、そういうことが起こると、まあ、理解されています。で、残った時間でそれではどういう世界で見たらいいかというと、まあ、例えば超高密度の世界はどこにあるかというと、まあ、これカニ星雲ですけども、超新星爆発というので、それで中性子星が形成されます。まあ、これは、まあ、重力エネルギーを用いて、まあ、どんどん核融合していって、まあ、テスまで行くともう、エネルギー供給するものがないので超新星爆発を起こしてですね、
ある程度重い星は中性子星になります。もっと重い星はブラックホールになります。で、質量はだいたい 1.4 太陽のおよそ 1.4 倍ぐらい。実はごく最近2倍の、太陽の質量2倍の中性子星が見つかって、まあ、えらいことになってるんですけど、非常に興味深いんですけども、それから半径は10キロほどです。で、密度は原子核の5倍から10倍ぐらいで、だいたい 1cc が1億トンという、そういう密度です。で、まあ、その中性、まあ、これはいいですね。で、まあ、これは超新星爆発、まあ、爆発するということです。で、中性子星の典型的な構造というのはこういうもので、外は中性子過剰核、非常に大きな原子核で、で、あとは潮流動と中性子とかで電子がいて、それから潮流動中性子、しかしトリプレット P2 のトリ中性子、超伝導になって、中は、まだ分かりません。パイ中間子凝縮に残ってるかもしれないし、高固物質になってるかもしれません。まあ、こういうふうに理解する。いずれにしても、だからここのところで、この内部のところで、ハドロン的な世界から高固の世界に移る可能性がある。まあ、とても興味深いわけです。で、高密度の物質の状態は結局はですね、さっきの F=E-TS で決まります。まあ、相互作用の結果はですね、内部エネルギーが大きくなるように、まあ、決まります。そういう結果、まあ、潮流度になったり、他のパイケロンというものができたり、まあ、パイ中間子凝縮とか、K中間子凝縮が起こるとか、まあ、そういうことが言われています。だから、なぜその中性子ばっ、高密度になると中性子ばっかりになるかということを簡単に言いますと、電子と陽子は全体が電気になる、電気的に中性になるように、いつも同数あります。陽子がいたら電子、まあ、この体積同じです。ところが量子的な、力学的な効果、さっき言いましたパウリの配達のためにですね、電子がたくさんいるとエネルギーがどんどん高くなるんですよね。高いところに詰めないといけないです。で、高密度になると、だからこれがどんどんエネルギーが高くなるんです。ところがその電子の質量が非常に小さいので、このエネルギーが、ちょっとこれ、エネルギーがですね、すぐにその運動量に比例するようになります。それでですね、例えば、これ、密度というのは、これ、原子核の密度の 0.01 倍のときに、電子の持つフェルミエネルギーが73メガエレクトロンボルト。これは、核子、陽子の方は 2.8、これ、質量が全然2000倍も違うからです。で、73メガエレクトロンボルトというのは、これ電子の静止質量の140倍とかですね。だからもう超相対論的になる。すぐに電子は超相対論的になって、でエネルギーが100メブとか、こんな膨大になる。だから、その高密度になると電子の数をできるだけ少なくした方がエネルギーが得するんです。で、どうやって少なくするかというと、陽子さんに吸ってもらうんですね。陽子に電子さんを吸ってもらう。そうするとニュートロンとニュートリノ、だからこう吸って、で電子の数を減らして、で中性子は、質量が重いからいくら増えたって、フェルミエネルギーがそんな大きくないということです。まあ、結局相対性理論と量子力学の効果で、高密度になると中性子ばっかりになって中性子星ができるという、まあそれが大雑把な理解になります。これは中性子星の構造を書いてますけど、まあ、これはまあ同じことです。これも。で、超高温ということで、まあ、例えば宇宙食料、これ宇宙最初ビッグバンがあって、その後温度がどんどん、まあ、下がっていくときを書いてるんですけども、これは10の19乗度計とか、10の9乗度計とか、10の20度計とか。まあ、そういうふうにこう。で、これが現代の世界。まあ、温度がどんどん下がっていく。で、これは、カートゥーンで書いてますけども、これ現代 でこれ10のマイナス5乗秒ぐらいですね、この辺り、でその高空の世界からハドロンになって、それから軽元素がこの辺り10のマイナス、1秒ぐらいですかね、その時に軽元素ができると、まあ、そういうふうに。これ、これ何かというと、時間と宇宙の温度です。宇宙の。だから100メブぐらいの、100メガエレクトロンボルトぐらいの温度の時に、
ハドロンからコープに、だからハドロンコープの装填みたいなことがだからあるということになります。で、まあ、宇宙初期というのはまあ遠くにあるのでなかなかあの観測で難しいんですけども、まあ、それを地上で作ろうというので重量衝突実験というのがされています。これはだからあの超相対論的な重イオン、重イオンというのは原子核ですから丸いんですけども、それ超相対論になると導熱収縮というのを起こしてこんな平べったくなる。でこれがまあぶつかってぶつかると、フォークとかグルオンがこう、反応していっぱいハドロン、フォークとグルオンのスープが出る。 でこれ、膨張して冷えて最後ハドロンになってディテクターに入っているということです。まあ、こういう実験が、アメリカのブロックヘブン、それからヨーロッパセルン、スイスにあるセルンの LHC という加速器でやられています。まあ、そうするとですね、途中でできた物質というのはコープとコープがぶつかって超エネルギーでこうぶつかるので、こうなんかバーンとジェット的にこう出てきたんですね。出てるんだけども、ところが中で超高温の物質ができるので、このジェットというんですけど、普通フリーの重空間だとこれは両方に上と下に出ていくんだけど、ここの物質ができてると途中にこれ吸われちゃって、本当は上と下に普通の実験が出るんだけど、こういう重イオン衝突であるとコークグルオンプラズマができているので一つしか見えないということが予想されて、実は実験でそれを示唆するような実験データが出ています。ということで、まあ、そういうふうに、非常に湯川秀樹以来その強い相互作用理論というのは進んで、南部の本質的な貢献があってですね、そして QCD というのができるので、 QCD というのは非常に豊富な内容があって、その真空の変化相対論ということを、が、あり得て、でそれは具体的な超高温とか超高密度でそういう状態が実現できる可能性がある。で先ほど言った例えばあの重要衝突、超相対論的な重要衝突で実験してみると、いろいろ予想もしなかったあの結果が出ています。例えばその、まあ、言った広告のプラズマ、だからプラズマというぐらいだから実は流体方程式で記述することができるんです、素粒子の世界だけど。でその流体方程式を、どんな流体方程式がいいかなとこう一番データに合うやつをこう探していくと、実は、粘性がない流体じゃない、相対論的なんだけど粘性がない、ほとんど粘性がない流体方程式じゃない。で世界に存在、自然界に存在する物質で一番粘性が低い物質ではないかみたいなことが言われてて、どうしてそんな強い相互作用する粘性が少ないのかということでいいのかどうかみたいなことで、まあとかですね、でそれを理解するために実はスーパーストリング理論が使えるんじゃないかとか、まあいろいろ実験してみるとまた思わぬ発展というか展開がありました。で、まとめるとですね、陽子や中性子、そしてその間の力を媒介する中間子はハドロンと呼ばれます。ハドロンの間の相互作用、強い相互作用の基礎理論は量子力学と呼ばれる相対論的量子場の理論であり、その理論はコープとグルオンの言葉で書かれています。量子力学の真空は温度や密度の変化により相対を引き起こし、ハドロンの中に閉じ込められていたコープやグルオンがハドロンから解放されたり、物質の質量の元が消え、湯川の中間子も存在しなくなる。高密度では原子核物質と高物質がさまざまな物性相転を示すと考えられています。QCD の真空が相転を起こしているような状況は宇宙初期に存在したと考えられています。超高密度の世界は中性子や、ひょっとしたらあるかもしれない高空星で実現しているでしょう。現在そのための検証実験観測及び理論的研究が活発に行われています。そして予想もしないなぜ驚きが提供され、丸理論から統計物理学、スーパーストリング理論までもう各国新しい物理学の展開が行われつつあります。ということで、それで最後に1あの2枚だけで、今年のノーベル賞、重力波ですね、でバイス・フォーン・バーリッシュですね。だからこれはまあブラック、2つのブラックホールがぶつかった時出てくる重力波というのをあのライゴというのを観測したと、まあ、すごい10のマイナス、まあこれ本当ありえないような実験で、その干渉で重力波を発見したということです。でこの時は、まあ、ブラックホールで合体ということのようですけども、
今その後も4例目ぐらいも見つかってて、今その物理学さんの間あのインターネットではすごいなんかある情報が飛び交っています。というのはですね、先ほどこれはあのどういう波長の重力波が出てくるかの書いてるんですけども、このブラックホールのからの合体出てくるのはこの辺り あのフリークエンシーなんですね。でもうちょっと早い、フリークエンシー、周波数のやつはニュートロンスターの中性子同士、さっきの時は中性子同士の合体の時にも重力波が出るんですけど、それはもうちょっと早い、周波数だと言われています。で中性子体の合体が面白いのは、そこからですね、重力波と特徴的な電磁波が出てくるんです。でそれで、最近の研究ではそれによってですね、この重力波のパターンと電磁波のパターンから中性子体の内部の構造の情報が得られるということが分かってきています。でだからさっきの言ったようなことがもう少しすると、重力波の実験観測からもう少しピンポイントで分かるかもしれない。そしてですね、あのインターネットでメールでなんか飛び交ってるというのはですね、来週の月曜日何か重大発表があるという噂があるんですけども、そうだからなんかちょっと注目しております。まあ以上ですね。ちょっと長くなりましたね。いえいえ、藤原先生ありがとうございます。それでは、あの時計で大体45分、10分間ほどコーヒーブレーキといたしますので、45分からまたいつものように質疑応答、ご協力をお願いいたします。それからですね、一つは